それであんなことになっちゃったの。企業提携して映画のキャラクターを使ったテーマパークにするか。今時よくあることだけど、いらないアトラクションを全部壊しちゃうなんて。しかも契約日は間もなく。まさかそこまで差し迫っていたなんてね。ちゃんと話さなくってごめんなさい。みんなショーコンテストで1位取ろうって張り切ってるのに、こんなこと言ったら悩ませちゃうから。それでみんなが笑顔じゃなくなっちゃったらすごく嫌だなって。バカだなエム、そんな風になるわけないじゃん。そうだ、この俺のすがすがしい笑顔はちょっとやそっとのことでは曇らん。ネネロボ測って。95デシベル、犬の吠え声レベルです。なんだその機能は。まあいつもああ言ってるし、私たちのことは気にしなくていいよ。むしろ M の力になりたいから話してくれた方が嬉しい。ああ、 M 君がいなければ今の僕たちはいないんだ。ここは一つ恩返しと行こうじゃないか。その通り。それでは早速この状況を打破するための作戦会議だ。しかし企業との提携か。実際私たちにできることって何があるんだろう。方針を変えさせないように、今のフェニランが好きな人から署名を集めたりとか。しかし彼らは行政機関ではないからね。いくら声を集めたところで受け付けられなければ無意味だ。経営が苦しいのも事実だろうし、今の状態を守った結果フェニックスワンダーランドがなくなってしまっては意味がない。フェニックスワンダーランドでありながら存続のために何かを変える必要はあるということか。それに経営のことを考えると、 M 君のお兄さんたちのアイディアはとても現実的なものだ。契約料がかかっても知名度の高いキャラクターを据えれば十分な集客が見込めるし、他のパークとの差別化もしやすい。それだけに覆すにはそれなりの方法が必要になるだろうね。やっぱり難しいよね。いや、何も難しいことはない。経営がどうの集客がどうのと言っているが、客はみんな笑顔になりたいという気持ちでここに来る。ならば万人に笑顔を届ける俺たちだからこそできることが必ずある。司くん。どうせ根拠はないんだろうけど、あんたが言うとそんな気がしてくるかも。僕たちだからこそか。そういうことなら話は難しくないかもしれないね。え？本当？ああ、僕らがすべきことは至ってシンプルさ。つまり今以上のショーをするんだ。今以上のショー？まあまだ形にはなっていないけれど、有効な策はあるというところかな。まったく、お前はいちいちもったいぶりよって。観客をじらすのは演出の基本だからね。まあいい、お前がニヤついているときは大抵いいショーができるからな。いや、信頼してもらえているようで嬉しいよ。はあ、
どうせまたろくでもないこと考えてるんだろうけど、ま、こういう時は頼りになるかもね。うん、みんなすごいな。私だけだとどうすればいいのかわからなくって、何にもできなかったけど、みんながいてくれたら何でもできちゃう気がする。どうしたの？ポカポカってしてるんだ。ポカポカ？うん、みんなに話す前は胸がムキューってしてたけど、みんなに話したらポカポカってして、うーん、なんだか上手に言えないな。今のは分かったよ。本当？本当。よし、それでは全員ステージ上に集合。ん？なんで？無論、士気を高めるためだ。ここから必要なのは我々の団結力。ならば今こそまさに時の声を上げる時。時の声？つまり僕たちで言うワンダホイってことだよ。おー、やりたい。じゃあ私やるね。なに？待て M、 ここは座長であるこの俺が。ワンダホーイ、ワンダホーイ、ワンダホーイ。って、おい、なんでお前が仕切るんだ。別にやる気が出るんだったら誰が仕切ってもいいでしょ。うん、それにある種の団結力は高まったと思うよ。なんだある種のとは。102デシベル、電車が通る時のガード下レベルです。勝手に測るな。うんうん、よく検知できてるね。それでルイ、結局柵って何なの？それはまだ教えられないな。すぐに話しては面白くないだろ。でもヒントを言うなら、すべてが賞になるというところかな。次回に向けて脚本も演出も詰めていかないとね。みんなにも協力してもらうからよろしく頼むよ。ほほ、次回は何やら壮大な賞になりそうではないか。ではこれより次回公演に向けて準備を進める。ワンダーランズショータイムは力を合わせこの危機を乗り越えるぞ。